はい、皆さんこんにちは。今日忙しいところお集まりいただきましてありがとうございます。この度の、パートナーシップ締結に向けて、ご尽力いただいた、フラー株式会社の渋谷社長、そして、スタッフの皆様、改めまして、お礼申し上げます。ありがとうございます。今年で、ビッグスワンができてですね、20年目と、なってます。これまでこの20年ビッグスワンでさまざまな、ストーリーが、紡がれてきて、いろんな歴史がありました。で、渋谷社長はアルビレックス新潟の、熱烈なサポーターと、まあ、昔から小さい頃から応援していただいたということもあってですね、非常に、そういう歴史の積み重ねが今回の、スポンサーシップパートナーシップ締結に、つながったんだと思うと、なんだかこの一瞬を切り取るだけではなくて、これまでのアルビレックスというものに対しての、一つ大きな、出来事なんじゃないかなと思ってます。渋谷社長はこの6月に、U ターンされてですね、新潟をもっと、活気があって、ワクワクする街にしたいということを常々おっしゃっています。僕たちアルビレックス新潟としても同じくですね、サッカーを通じて、この街をもっとワクワクさせる、そんな街にしていきたいと思っています。なので、まあ、この今回のね、パートナーシップ締結によって、この数年だけではなくて10年20年と一緒に新潟を盛り上げていけるようなパートナーになりたいと思っています。ありがとうございます。私から西島です。はい、こんにちは。改めましてフラー株式会社代表取締役の渋谷と申します。まずですね、本日非常にこう僕自身にとっては、先ほど是永社長からもお話ありましたが、まあ、小さい頃から、まあ、ずっとアルビレックス新潟っていう、まあ、存在は身近なもので、それがまあ20年ですよね。というと僕は小学生だったんですけれども、小さい頃からやっぱり身近に見てきていて、アルビレックスは本当にその子供だった自分にとって一番こう夢そのものみたいなもので、やっぱり新しくチームができて、そこからこうチケットが配られたのをすごい覚えてるんですけれども、チケットが配られて、でだんだん日に日にこう観客が増えていって、でなんか人気なチームになっていって、で、まあ、J1 に昇格して、すごい本当になんかサクセスストーリーそのものっていうような、まあ、イメージを一番強く持っています。で、まあ、そんなこう背景があってですね、アルビレックス新潟もすごい好きですし、僕自身20年、まあ、新潟で生まれ育ったので、今回はこう本当に感慨深いというか、ちっちゃかった時の、まあ、夢の一つで、大きな夢のまあ一つではあったので、まあ、自分が経営者になって、まあ、こういった形でパートナー、契約をさせていただくと、まあ、それは本当に自分にとっても、まあ、フラーっていう会社にとってもすごい記念すべき一日かなっていうふうに思っています。で、なぜですね、その、まあ、こうしたこうパートナー締結に至ったのかっていうところなんですけれども、やっぱり僕自身、まあ、小さい頃からこう夢を見せてもらったチームに対して、自分がこう23歳なので、まあ、10年近く前に会社を作ったんですけれども、会社を作って、まあ、やっていっているうちにですね、まあ、本当にこう地域でスポーツチームを育てるっていうことは、一つの会社だけではなくて、まあ、いろんな会社のこう経営者の皆様、まあ、僕からすると先輩方がこう結束して、まあ、地域のために一丸となって一つのこうチームを育てようと、まあ、いうことをすごい本当努力の賜物というか、まあ、それがそういう、こう大人のたちの力があって子供たちにこう夢を見せれていたんだなっていうことが、その自分が経営する側になって、まあ、初めて分かったことですと。で、やっぱり昨今新潟では、まあ、人口も減っていたりですとか、企業率が低いだったりとか、まあ、いろんなこう暗いニュースも多いんですけれども、その中でやっぱりその新潟がこれから新しくなっていくとか元気になっていくっていうことにおいて、アルビレックス新潟の存在本当に欠かせないなと思っていて、まあ、ぜひ、これから、まあ、どんどんチームも元気になっていって、まあ、J1 にもう一回行くというところまで本当に応援したいなというふうに思っていますし、まあ、こういった、まあ、今日ロゴを並べていただいているんですけれども、基本的にこう
パートナー契約を結んでいる会社さんっていわゆる、まあ、僕もちっちゃい頃からこう知っている名だたる会社さん、その中にこうロゴを、まあ、入れていただくっていうのはすごいこう意味が大きいことだなと思っていまして、まあ、いわゆるベンチャー企業なわけなんですけれども、こういった新しい会社がこうアルビレックスと一緒にやっていくんだっていうことが本当にこうこれから新潟が新しくなっていくんだっていう、まあ、一つの象徴的な出来事取り組みに、なっていけばなっていうふうに思っています。で、挨拶最後になりますが、本当に今までこう先輩方に与えてもらって、まあ、自分も子供の時夢を与えてもらった。でそれをやっぱりその今一度新潟を元気にして、今度は自分たちが、後輩たち、子供たちに夢を届けると、まあ、いったようなことができればいいなというふうに思っています。森永社長、これからよろしくお願いします。はい、改めましてよろしくお願いします。まずお手元資料のですね、左上から 2ページ目というか右上からなんですけど、改めまして本日は、皆様お忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。私の方から、まあ、本締結に寄せる思いを、お話しさせていただければなと思います。左下の、次のページですね、会社概要があると思うんですけれども、あ、これ2枚ずつになってますかね会社概要、ございます。我々ですね、2011年に会社を創業しまして、まあ、今2020年なのでちょうどもうすぐ9周年を迎えるといったような会社でございます。最初はもう本当に4名とかで始めた小さなアパートから始まった会社なんですけれども、今では従業員も90名超え、まあ、アルバイトとか、まあ、パートタイムの方とかを入れると100名近く稼働しているような状態になっております。で、新潟との関わりはですね、次のページなんですけれども、2017年の1月に新潟駅の南口のプラーカー3ですね、そちらにオフィスを作らせていただいて、これはなぜこういったことをしたのかというとですね、やっぱり新潟に、まあ、僕自身も出身者ですし、社内にも、まあ、かなりの数新潟出身の人間がいて、やっぱりその IT とか我々がやっているようなこのアプリとか、まあ、そういったような企業ってなるとどうしても東京に極集中していると。で、もし、IT 企業が新潟にオフィスがあったらこう U ターンして働きたいっていう人が増えるんじゃないかっていうふうに思って、最初はですね半信半疑で始めたのですけれども、自分たちが思っている以上に反響があって、今ではいろんなこう都内で働いていた方々が結婚とか出産を機に新潟に戻ってくるってなった時にフラーって会社を選んでいただくといったようなことが非常に多くなってきまして、今20名近く新潟オフィスで働いているメンバーがおります。次のページご覧ください。弊社新潟県におけるこれまでの取り組みなんですけれども、そういった採用の拠点っていう意味ももちろん大きいんですけれども、それ以外にもやっぱりその地元の新潟のいわゆる簡単に言ってしまうとデジタル化ですとかモバイルに対応するっていうことを、いろんな会社さん、そして自治体さんと一緒になってやってまいりました。一つは佐渡汽船さんですとか、あとは長岡花火、これも今日のアルビレックスさんとのすごい共通点でいくと、僕も自分が長岡高専を出身だったので、ちっちゃい頃からこうお世話になったイベントっていうのが長岡花火で、それにこう恩返しがしたいっていう思いで、社員一丸となって取り組んでいるものでございます。これは本当にアルビレックスさんとすごいこう近いイメージかなっていうふうに僕の中では思っています。あとはスノーピークさんですとか、そういったビジネスとしての取り組みもそうなんですけれども、我々やっぱり今後地域に IT 人材が増えていくっていうことも非常に大事だ、あとは起業家の輩出もすごい大事だっていうふうに考えておりまして、母校である長岡高専との包括連携協定ですとか、いろんなこう新しいこう人材発掘育成みたいな取り組みも進めてまいりました。そして次ページ続きになっているんですけれども、いろんな自治体さんとですね、組んで、例えば南魚沼でインターンシップをやったりですとか、都内のイベントでこう新潟県の会社さんの PR をさせていただいたりですとか、そして最近はですね、やっぱり一番力を入れているのが、今年の明けに、テレビ CM と上越新幹線でですね、いわゆる採用広告を出させていただいているんですけれども、今回の特に新型コロナウイルスの影響で、やっぱりその都内にい
た人たちが、地元に戻りたいっていう、まあ、数割合がすごい増えているなと、実感しています。東京の人口が初めてこう戦後、まあ、数が減ったっていうような話も出ている通り、今まさにこの新潟県にとって、まあ、一つその人口を増やすとか移住で戻ってきてもらうっていった意味ではすごいチャンスなのかなと思っています。でそういったことも踏まえてですね、我々今後も積極的に新潟県での UI ターン採用を強化してまいりたいというふうに思っております。で次のページご覧ください。で、まあ、先ほどまでの取り組みのからのこうつながりでもあるんですけれども、我々これまでですね、まあ、培ってきたいわゆるその IT 関係の、まあ、実績だったりとか経験、スマートフォン、モバイルみたいな、まあ、そういったものの強みを生かしてですね、今後、まあ、ルビレックス新潟の価値の向上およびサポーターの皆様が、もっとこう、便利に、まあ、利便性高く、応援できるとか、まあ、そういったようなことも貢献してまいりたいというふうに思っております。はい、次のページですが今回ですね、我々どういったこういわゆるモチベーションで、まあ、パートナー契約を締結させていただいたかというと、まあ、繰り返しにもなるんですけれども、やっぱり、まあ、新潟県とか在住者が、まあ、非常に多くいる、会社でございます。で今回のパートナー契約を、まあ、いわゆる福利厚生制度の一環としてですね、活用して、まあ、メンバーが、一丸となってアルベリックスを応援するというようなことができたらなというふうに思っています。やっぱり結束力を高める上でも一つのチームをみんなで応援していく、まあ、そういったことは非常に良いことかなと思っていますし、あと何よりもアルベックスに関してはこう新潟県に在住していない人たちでも非常に多くのファンが、まあ、いらっしゃって、それはアウェーの観戦に行く人ですとか、まあ、いろんな方がテレビを通して、インターネットを通してこうご覧になっていると思うんですけれども、まあ、一つメッセージとしてぜひ、新潟に戻ってきて一緒に応援しませんかといったような、意味も込めてですね、それがこう U ターンですとか、まあ、戻ってくる U ターン採用だったりとかに、つながっていけば良いのかなというふうに一つ思っています。はい、で最後になりますが、プレスリリースにもですね掲載させていただいた通りですね、私さっきほどから結構同じようなことを言ってしまっているんですけれども、まあ、メッセージが、記載されています。でもう一回簡単にお話しさせていただきますと、やっぱり、まあ、20歳まで育てていただいたこう新潟、それに対してやっぱり恩返しがしたいっていう思いは、非常に強いですと。でこれからですね、我々まあ、フラー株式会社とこうアルビレックス新潟さんという、まあ、この今回のロゴの通りなんですけれども、やっぱりこれから新潟県がまた盛り上がっていくんだとか、新しくなっていくんだと、まあ、そういったような、一つの本当にメッセージに、していきたいなっていうふうに、考えております。で、まあ、最後になりますけれども、まあ、これから、まあ、きっとチームなので大変な時もイケイケな時もあると思うんですけれども、まあ、本当に一緒になって、アルビレックス新潟とやっていくんだっていう気持ちをですね、改めてここで述べさせていただいて、そして地域の子どもたちですとか、後輩たちに、まあ、夢を、まあ、いただいた自分が先輩方からこう与えていただいた夢をこう受け継いでいくんだっていうような思いでやっていきたいなというふうに思っています。本当に最後のところなんですけど、僕1個だけ言い忘れていたことですね。なんで今回パートナー締結に至ったかというところを思い出すとですね、これ永社長とフラッと街中でですね、あるメディアの取材を受けている時に出会ってですね、声をかけていただいて、でその後ツイッターでですね連絡をいただいてご飯行きましょうっていう話があれ 2,3 ヶ月前ぐらいですかね。で連絡いただいて、僕すごい嬉しかったんですよね。簡単に言うとアレビの小平さんメッセージくれたと思って、それ飲みに行きましょうって言って、まあ、今回のような形にこうトントンと至ったんですけど、この行動力とかフットワークみたいなものが今のやっぱり新潟県アルビレックス一番大事な、ものなのかなっていうふうに思っていて、そんな小平さんと一緒にやっていきたいなっていう思いが あって、今回の話にも至ったということを最後に述べさせていただいて、はい、これから一緒になって頑張ってまいりたいなというふうに思います。小平さん、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、そうですね、まあ、フラーさんと一緒にやれるということは、今
一番その新潟の中で注目を集めている会社の一つだと思ってます。で勢いがあるし、何よりこの何だろうな、面白いことをどんどんやっていこうよっていうその社風みたいなものに対して、以前からああ面白いなと思ってですね、出させてもらっていて、それで今回あのこのような形で道端で出会ってああ面白い人がいると思って道端で出会って、で一緒に仕事したいなってお話ししてても本当に思ったので、そういう意味で非常に嬉しいですし、あとまあ浦さんと一緒にやれることによって、その他の企業の皆さんもあなんか面白いこと始まるなと思っていただいて、さらにこの仲間の輪が広がっていくような、そんなこともあのイメージしています。はい、それはまさに今お話ししている最中なんですけれども、城田省がおっしゃった通りですね、あの IT あるいはスマートフォンの技術を生かして、まあ、スタジアムの環境をより利便性高いものにしていく、あるいはサポーターの、何でしょうね、ビッグデータを集めていくような、それを活用していくような、そんなようなイメージです。そうですね、まあ、課題というよりもやっぱりその良いものがすごいたくさんあるなと改めて思っています。一つはやっぱりその自然だったりとか、まあ、四季がはっきりしているみたいなことですとか、まあ、それってそのライフスタイルとしてこれから、まあ、新型コロナウイルスで、まあ、いろんな人がこう価値観がですね、どういう暮らし方、生き方、働き方をしようかっていうのを、まあ、考え直したタイミングで、まあ、一つその訴求できるものが、まあ、新潟にはたくさんこうある自然も食事もして、まあ、スポーツもそうだと思うんですけれども、でこれらが一番僕が課題だなと思っているのは、まだ魅力を伝えきれていないんじゃないかっていうふうに思っていて、でその魅力を特に伝えなければいけないのは、これから、できるだけ戻ってきてもらいたい、いわゆる U ターンをしてもらうっていうことだと思うんですけれども、基本的に一番の課題は、大学進学の時に、新潟から出る人がまあ大量にいて、でデータでもそうなんですけど、戻ってくる人が少ない、どうしたら戻ってきたくなるのか、でこれは新潟のみならず、すべての地方が抱える課題だと思うんですけれども、僕は新潟は非常にエッジが効いているし、アルフレックスも観客動員数で見ても、ずっとこれだけ愛されているチームだし、すごい地域愛がある県だっていうふうに思っているので、しっかりと魅力を発信していくんで、それがもしくはしたらデジタルの力とか、モバイルの力、これを使えるところはすごい大きいと思うんですけれども、それを一つ一つやっていくっていうことだと思っています。なので、まあ、アルビさんと今回こうしてやらせていただいたことも、一つこの魅力の発信になっていくと思うので、新潟にとっても良い方向に行くのかなとは思っています。もう本当に一般的になるんですけど、やっぱりその J1 に上がった瞬間みたいなのは思い出すんですけれども、泣きますよね。まあ、ある意味でもそうですし、やっぱり僕ちっちゃい頃から思ってたのは、その例えば甲子園で決勝戦だった時とかあるじゃないですか、日本文理。それでアルビの J1 とかもそうなんですけど、なんかちっちゃい頃に強烈にこう地元がわーってなる瞬間であって、そのタイミングにすごいその仲間意識とか地域愛とかって生まれるんだろうなっていうふうに思っていて、僕がやっぱり圧倒的に新潟好きだなって思ってる一つの大きな要因って、このアルビレックスっていうものだと思っているのでこれをもう一回作りたいなと思っている、まあそんなような形でございます。あとはまあ補足をすると、まあ、今、早川さんとか、ですね、まあ、僕大学が筑波だったりとかするので、まあ、そういう共通点のある、まあ、新潟出身で、まあ、大学も一緒みたいな、そういう共通点のある選手もいますし、あとやっぱり今ちょっと面白いなって思ってるのは、自分より若い世代なんですよね、もう選手たちが。で当時は20年前とかみんなこうお兄ちゃんたちがやってたみたいな感じなんですけど、若い世代なわけです。それをやっぱり応援していかなきゃいけないなっていうのが一番こう心境の面白い変化だなと思っています。はい。